前たちか。今や完全に反逆者だな。どうだっていいだろう。何、老子どもの戯言など聞き流せばいい。召喚士は打倒神が全て、神に従う道具ではない。いいな。はい。どうだ、神を倒せる自信はついたか。わかりません。でも私やります。良い覚悟だが、それだけでは神は倒せん。お前の力を見せてもらおう。召喚獣で勝負だ。よろしい。では手合わせの前に、お前の召喚獣は癒しておいた。かかってきなさい。好きな召喚獣を呼ぶがいい。もう十分だ。さすがだな、素晴らしい技量だ。反逆者になっても真と戦おうとするだけはある。受け取れ、私からの祝福だ。ありがとうございます。お前ならばきっとやれるだろう。だがもしまだ力が足りないと思うなら、秘められた寺院レミアムを探せ。私はそこで待つ。ではな。Thank you.
よく来たな、ユーナ。ここは一体？レミアム寺院。かつて凪平原の中心地だったが、真に襲われ見捨てられたのだ。そんなとこに一人で住んでんのかよ。あんた、何者なんだ？話せば長くなるな。これでわかるはずだ。あんたも、死者か？異界送りはやめてくれよ。こんな体になっても私にはまだやれることがある。若く未熟な召喚士の修行に力を貸す。それが私の役目だ。さあ、ユウナ。真を倒す力が欲しければ、召喚獣で私に挑むがいい。おお、そうか。
止まれ。シーモア様がお呼びだ。共に来てもらおう。シーモア老師と話すことなどありません。ちゅうわけだ。どけよ。シーモア様の命令は絶対。必ずお連れする。シーモア様はおっしゃられた。死体でも構わぬとな。